久保さん、アカウント一時停止らしいじゃないですか。僕も一言じゃないですね。僕もそのうちになるかもしれないですね。まあ、なったらなったで僕は一応、あの、公式チャンネルがあるんですよ。サブアカじゃなくて、久保さん。公式チャンネル <laughs> 公式チャンネルより R34 マガジンガンガンやってるみたいなね。だまあ R34 マガジンがダメになったら公式チャンネルに移行します。 あの、ダメになったらまさかの公式に移動するっていうね、サブじゃなくてね。<laughs> そうダメになったらメインになるっていう。なんか不思議ですよね。<laughs> 普通だったらね、メインがダメになったらサブみたいなね。<laughs> あの、R34 マガジンサブだったんかいみたいなね。<laughs> そう。まあでもね、その公式、僕の吉谷拓郎公式チャンネルはですね、一番最初、僕があの、 あの、あ YouTube 赤晩くらった時の次の日ぐらいに動画撮って、まあ、その公式チャンネル作って、まあ、昨日かおととあなんか赤晩喰らいましたみたいな動画撮ってるんですよ。それが一発目ですね。赤晩くらいました動画が一発目なんですけど。まあ、あれから4年、5年経ちましたけど、まあ、今回は言いたいことはですね、あの、とにかくやれですかね。まあ、どんな状況になってもやると。まあ、久保さんも結局ね、 メインのね、その、ペナルティー食らてできなくても送ってくるわけですよ。そう。<laughs> これ、面白いですね。6万長者シリーズ2話。第2話。<laughs> プロダクトローンチー。これサブチャンとかにすればいいんじゃないですか。第2話じゃなくて、サブチャンみたいな <laughs>、うん。まあ、あのー、ね、一つのアカウントがダメでも、別に何個もアカウントとこ取れますからね。 できないことはないんですよ。うんだからやっぱここがね、久保さんと僕が絶対続くかなっていうところですね。どんな状況になっても、だから多分ね、普通の人だったら、吉谷さんと、あのー、アカウントね、停止になったんで、ちょっとむ、あのー、動画送れませんってなると思うんですよね。普通の、一般の人だったら。まあ、久保さん一般人じゃないので送ってきますけど、まあ、僕も一般人じゃないんで、まあ、100%送れますけどね、死なない限り。 まあ、どんな状況に対してもやると。まあ、あとね、動画で久保さん言ってましたけど、やっぱ僕と久保さんのやっぱポジショニングは今やっぱ違います。だから、どちらかというと僕の方が熱量は間違いなくあります。っていうか、僕の方が熱量ないとダメですよね。うん。だって僕、それで飯食ってるわけですから、飯食っている仕事に熱量なかったらどうすんのって話で <laughs>。ね、久保さんは別に商品速可塾売れなくても、別にね、 あのー、成形立てられると思うので僕は、まあ、コンテンツ売らなかったら成形立てられないという今状況なので、まあ、そのコンテンツビジネスにもう全勢力ですよねもうこれ100%パーまあ30代はもうあと一何年ですけどもうこの数年は40までなるまではもう、まあ、ひたすらこれを徹底的にやるって決めてるので、まあ、商品もね毎月売ってますしね来週も売りますしうんでそれ売り終わったらまた売るし で、それ売り終わったらまた嬉しいっていうね。ほんと1週間、2週間置きぐらいに売ってますからね、僕。うん。はい。ということで、どんな状況でもやれです。いってらっしゃい。